はい、こんばんは、アイスクトリームです。さて、今日はガチアサリをやっていこうかなというふうに思っています。はい、ちょうどですね、前回、日比さんまで行きまして、今日はですね、その日比さん状態での第一戦ということになります。で、あとこれ多分1勝すれば、今度逆に上がれるタイミングなので、しっかり頑張っていこうかなと思ってるんですけど、負けても、落ちることはないんで、その辺はですね、ちょっと、気楽に行こうかなと。思いますと。うわー、そうだよな、そうだよな、ちょっと射程が届いなかったよ。左から入ってきている。うわ、落ちてきた。やべやべ。その辺いなかった？いなかったか。え、外した外した外していく。もう1個だったら入ってたな。ひどい。ここはでもあれだな。おお、よく我ながらよく見てたね。やられた。あ、意外とみんなやられてた。うわわわわわ。9番ボム？ 9 番ボム。あれ、クロガロンが。そっちから来るんじゃない？うん、あいつか。残念。ナイス。やれた。ナイスナイスナイス。
強い。ナイス。味方に助けられた、ありがとうございます。でマイアップ、はい、ということで無事、ガチアサリ S プラスに帰ってくることができました。わー、はい、ということでですね、まあ、あのガチアサリ今回はですね、このノチラス47の方ですね、イカスフィアの方を持って一応ね、あのやられてもいいように、まあ、前回まではこの復活ペナルティアップこいつで言ってたんで、あの負けた時に自分が死ぬこうペナルティが多かったんですけど、まあ、今回はねそれやめて、まあ、通常の装備ちょっとあのカムバック代わりにつけましたけど、まあ、これでいって、まあ、それなりに動けたかなというふうに思います。はい、引き続きアサリは、まあ、この装備で少しずつ上を目指していこうかなというふうに思っております。はい、では、今日は一戦だけでしたが、見ていただきましてありがとうございました。エスクストリームでした。バイバイ。